今日はプチ電車シリーズを紹介するよ。プチ電車シリーズでも事故が起こるさ。後ろからもどんどんやってきた。わあ、なんだこりゃ。500系新幹線、ひぃ、なんだこりゃ。一体どうなってるんだ。もう止まれないよ。サンライズエクスプレス、いやっほー。うわあ、どんどん国際イエロー。どん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 他の列車や新幹線も落ちていっちゃうぞ。わあ、なんてことだ。山手線に小町 N700 系もみんなみんな水の中に落ちちゃったぞ。ん、なんじゃ。わあ、あれは。こんにちは、トップハムハット教。僕は800系のツバメだよ。僕は N700。 E201 系中央特快です、よろしく。僕はサンライズエクスプレスだよ。俺はソリック883系だ、ヤッホー。新幹線923型ドクターイエロー、イエスイエスイエス。僕はキハ71系ユスインの森です、よろしく。私はブルートレイン早草富士牽引車ヒロじゃないよ。山手線と500系新幹線もやってきたぞ、ヤッホー。僕たちも行くぞ。わー、かっこいい。ああ、こんなところにヘラクレスオオカブトがいるよ。わあ、こんなところで何やってんだ。ああ、なんだ。まったくもう、何やってるんだ。電車は平和に走るのが一番さ。この自然豊かな風景を見ながら、ゆっくり走るのが一番さ。せーの、は続く。ああ、なんだかすごい音がしたけど大丈夫かい。いやー、こっちでも事故発生だ。なんじゃなんじゃ、ここでも事故発生か。ここではフランキーが荷物を積み下ろししているよ。えっほえっほえっほ。よーし、トーマス、うまく積めたぞ。あ、サンライズエクスプレスがやってきたぞ。わあ。わあ、すまない、大丈夫か。いてててててて、てわお、サンライズエクスプレス大丈夫かい。事故は起こるさ。今度は踏切だよ。働く車たちが踏切を渡っているよ。電車が来ないかよく見てから渡るぞ。おいしいおいしい屋台だよ。うちのもつ煮は世界一、みんな食べにおいで。なんでこんなところに屋台がいるんだ。わー、ドクターイエローの次はコニックもやってきたぞ。わーわー、遅かったか。やっぱりここでも事故発生だ、ヤッホー。みんなして事故して4時だな。僕はすごいスキルが必要ぞ。わあ、大変だ、トーマスの社員が脱線しているぞ。わあ、500系新幹線やってるぞ。わあ、わあ、今日は僕も荷物積んで走るぞ。よーし、わかった。それじゃあドクターイエローにはこの黄色のスライムを積んでいくぞ。キャー。お次にやってきたのは500系新幹線だ。僕たちだって機関車には勝てないぞ。よーし、それじゃあ500系新幹線には青色の砂利を運んでもらおう。わあ、どんどん貨車が重たくなってきたぞ。行ってきます。223系電車もやってきたよ。荷物は乗せて走るぞ。わあ、どんどん新幹線や電車がやってきた。よーし、今度は E201 系中央特快だ。とってもかっこいいぞ。よーし、それじゃあ同じ色のオレンジ色の砂利を入れていくよ。出発進行。クランキー、僕も頼むよ。サンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスの青色の貨車にはこのふにゃふにゃのスライムを入れていくぞ。ビューン。サンライズエクスプレス落とさないように気をつけてね。いやっん、君の名は。私の名前はキハ71系ユフリンの森です。わお、とっても渋い緑色の色をしているぞ。それじゃあこのつぶつぶ粘土を運んでもらおうかな。お任せください。よし、それじゃあ進んでいくぞ。ユフリンの森も気をつけてね。今度の列車は何かわかるかな。僕はハヤブサ富士牽引車ブルートレインだ。とってもパワーがありそうだぞ。よし、それじゃあブルートレインにはこのつぶつぶオレンジ粘土を。いっさいたずら貨車も頑張れ。よし、行くぞ。
僕だって機関車には負けないよ。小町がやってきたよ。今日は大忙しだ。ビヨーンビヨーン。小町には赤色のつぶつぶ粘土。よし準備完了だ。小町レッツゴー。小町の次にやってきたのは N700 系新幹線だ。とっても速そうだぞ。よし N700 系新幹線には緑色の砂利を積んでいくぞ。とっても重たいけど N700 系新幹線も頑張れ。よしクランキー、僕にも頼むよ。この列車みんな何か分かったかな。僕は E231 系山手線だよ。よし山手線にはコンセントを運んでもらうよ。わお行ってきます。今日はとっても忙しいな。いやっほー。500系新幹線や N700 系がトンネルをくぐるよ。ドクターイエロー、湯布院の森。あれれ、なんだここは。やっほー。あれれ、ブルートレイン。ここは行っちゃいけないところだよ。こんなところにヘラクレスオーカルトがいるよ。わあ、こんなところで何やってんだ。ティ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 。なんだ。今日は続く。わあ、なんだかすごい音がしたけど大丈夫かい。いやー、こっちでも事故発生だ。なんじゃなんじゃ、ここでも事故発生か。ここではフランキーが荷物を積み下ろししているよ。えっほえっほえっほ。よしトーマス、今積めたぞ。あ、サンライズエクスプレスがやってきたぞ。わーわー、すまない、大丈夫か。いてて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 。わお、サンライズエクスプレス大丈夫かい。事故は起こるさ。今度は踏切だよ。働く車たちが踏切を渡っているよ。電車が来ないかよく見てから渡るぞ。おいしいおいしい屋台だよ。うちのもつ煮は世界一。みんな食べにおいで。なんでこんなところに屋台がいるんだ。ドクターイエロン、次はコニックもやってきたぞ。わーわー、遅かったか。やっぱりここでも事故発生だ。やっほー。みんなして事故して5時だな。僕はすごいスキルが必要ぞ。わー大変だ、トーマスの社員が脱線しているぞ。わー500系新幹線やってるぞ。わーわー、砂のパズルをやっていくぞ。まずは緑色の電車、湯布院の森から。どこかな。よく見ると窓の数も電車によって違うんだね。あ、ここだ。やったー。よし、今度はこの白い新幹線だ。どこかな、どこかな。こっちかな。ちょっと違うな。あ、わかったぞ、ここだ。やった。よし、どんどん行くぞ。次はこのオレンジ色の中央特快だ。中央特快は四角いからちょっとわかりやすいぞ。どこだ、どこだ。あ、ここだ。よし、今度は今度は黄色の新幹線、ドクターイエローだ。かっこいいぞ。ドクターイエローはどこだろう。あ、この右下、ドクターイエローと形がぴったりだ。よし、大正解だ。お次はキハ283系スーパー青空だ。よく見ると前の方に青空って書いてあるよ。スーパー青空はどこかな。難しいな。あ、ここかな。よいしょっと。あ、やっぱりぴったりだ。スーパー青空もとってもかっこいいぞ。よーし、どんどんやっていくぞ。お次は681系サンダーバードだ。残りは2つだから簡単だぞ。サンダーバードはここだ。やっほー。最後は N400 系新幹線だ。よいしょっと。やった、これで完成だ。よし、今度は違う新幹線や電車を使ったパズルだぞ。お次は223系電車だ。四角い形を探していくよ。どこかな。あ、ここかな。よし、ぴったりだ。よし、次は新幹線800系ツバメだ。とっても速そうだ。ツバメはどこかな。みんなわかるかな。ここでもないし、ここでもないな。あ、ここかな。よし、今度は新幹線の小町だ。小町もとっても速そうだな。かっこいいぞ。小町はどこだろう。ここでもないし、ここでもない。あ、ここだ。よし、今度はサンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスもちょっと珍しい形をしてるぞ。
よし、バッチリだ。お次はお次は、この電車は、みんな何か分かったかな？これはソニック883系だよ。青色でかっこいいぞ。よし、残りは2つだ。今度の黒色の電車は、787系リレーツバメだよ。黒色の電車なんて、ちょっと珍しいよね。よし、バッチリだ。最後の電車は、ブルートレイン、はやぶさ、富士、牽引車。よし、これで完成だ。いやっほー。うわー、なんだなんだ。つらい。よーし、出発だ。赤色のスライム、黄色のスライム、青色のスライム、いろんな色のスライム。よし、今日はこのいろんな色のスライムでいたずらしちゃうぞ。はっぐへほー。まずは働く車の建設現場にやってきたぞ。お、いたいた、あれはパトカーに郵便車だ。あ、今度はゴミ収集車がいたぞ。よし、ゴミ収集車にいたずらだ。この辺に赤いスライムを置いて、ヒッヒッヒー。ぬわー、なんだなんだ、スライムでベトベトだ。大成功だ。うわー、なんだ、タンクトラックに観光バスもやってきた。よし、今度はここをこうこうこう。黄色のスライムを敷き詰めて、ヒッヒッヒー。うわー、パトカーがやってきた。ヒェー。お次は消防車だ。なんてこった。トミカ交通のタクシーまで来たぞ。スパイダー。ひぇ、あっという間にスライムだらけになっちゃったよ。バイキンマンは君さ。ヘイ。お、なんだこりゃ、エレベーターだ。乗ってみるぞ。それ。お、ここにはカーズのみんながいるみたいだ。よし、こっそり先に下に行ってスライムを準備するぞ。お次は緑色のスライムだ。ビヨーン、ビヨーン。よし、みんな、そろそろ下に降るぞ。それ。ヒッヒー、待て待て。マックイーンだ。わー、なんだこりゃ。ヒー、スライムだ。よし、大成功だ。うわー、バイキンマン、一体何なんだこれは。マックイーンにシェリフにメーターまでスライムでビヨビヨになっちゃったぞ。うわー、なんてこった。イヒヒ、スライム気持ちいいぜ。よし、今度は急な滑り台にスライムを仕掛けるぞ。イエーイ、ミスフリッタービューン。なんということでしょう。ハッピーフレオ、大成功だ。お次はお次はトーマスたちのいる操車場にやってきたぞ。よし、行くぞ。へえ、パーシーがくる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 回るぞ。パーシー、いらっしゃい。へえ、パーシーがチョコレートパーシーになっちゃったぞ。お次は流線形ゴードン、にっこり笑ってるぞ。うわー、目が回る。って、なんだこりゃ、スライムだ。おのれ、バイキンマン。ゴードン、めちゃくちゃ怖い顔だ。お次はジェームス。ひえ、怖い。ジェームスの顔の方がもっと怖い。よし、出発だ。なんだこりゃ、金色のスライムだ。僕の自慢のボディが、ひえ、あっという間にスライムまみれ。バイキンマン、許せない。こら、バイキンマン、さっきからいたずらしてるだろ。ひえ、トーマスにバレちゃった。逃げろ。はっはっは、ここまで来ればもう大丈夫。バイキンマン、さっき僕たちにいたずらしたろ。パトカー、郵便車、ゴミ収集車、タクシー、まずい。ひえ、よし、出発だ。いで、いで、いで、あー。青、
赤、黄色。いろんなスライムを混ぜるとどんな色になるんだ。はくへほー。うわ、何するんだ。ヒーハー。はっ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 はここはトミカの建設現場だ。なんだこれ、どうやって遊ぶんだ。よいしょっと、こうするのかな。うわー、なんだなんだ、石がいっぱい落ちてきたぞ。いてーいてー、バキンマン、何やってるんだ。ここは僕たちダンプトラックがこの石を積んで運ぶ場所だよ。そうやって使うのか、とってもかっこいいな。よし、全部積み終わったら出発。イヤホー。わお、働く車とってもかっこいい。ひえー、助けてくれー。はあ、建設現場で遊ぶのとっても楽しかったな。ピュー。あ、あれはバイキンマンじゃないか。バイキンマン。うわ、バイキンマン汚い。ピトン。よし、バイキンマンにお風呂を作っていくぞ。この水色のジェルスライムを使ってお風呂を作ってみよう。はっはっは、ハヒフヘホー。ありがとう、アンパンマン。行ってきまーす。イエーイ。よし、次はバイキンマンにこの赤いドロドロネバネバのスライムでお風呂を作るぞ。うわぁ、ドロドロネバネバのスライムでお花がスベスベになりそうだ。ハヒフヘホー。あ、ドキンちゃんがやってきたぞ。バイキンマン、今度は私に入らせてよ。はっはー、やだねーだー。バイキンマン、それー。ぬわー。ドキンちゃん、なんで僕まで。それじゃあ今度はドキンちゃんの入るお風呂の色を決めていくぞ。ガチャガチャをくるくる回すとどんどんカプセルが出てくるぞ。よいしょよいしょ。よし、ドキンちゃんは黄色のお風呂にするぞ。わーい、やったー。お次は試験管スライミー。うまく入るかな。それー、わー。よし、まだ少しスライムが足りないから次出していくぞ。ひー、よしよし、ドキンちゃんの黄色いスライムのお風呂も完成だ。アンパンマン、ありがとうって、うわー、ウッディー。俺のブーツにはガラガラヘビ。よし、ウッディには緑のビーズ風呂だ。ヒヤッホー。いや、アンパンマンや、楽しそうじゃの。ジャムおじさんにチーズ、バタコさんもやってきたぞ。それじゃあチーズには不思議のジェル、ゴールドのキラキララメラメのスライムジェル。ワンちゃんのくせになんてゴージャスなお風呂なんだ。わおー、バタコさんもたまにはリフレッシュしてください。ピンク色の石風呂を用意しました。わー、アンパンマン、ありがとう。アンパンマンめ、なかなかやるな。よし、俺様も負けないぞ。俺様はさっきのスライムを一気に使ってすっごくカラフルなお風呂を作るんだ。まずは青色のスライム、今度は赤いスライム、お次はお次は黄色いスライム、緑色のスライムも入れちゃうぞ。これを混ぜていくとどんな色のスライムができるんだろう。やっはっは、楽しみだ。混ぜ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 、スライム混ぜ混ぜ、混ぜ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 、スライム混ぜ混ぜ。おお、バイキンマンがわしにお風呂を作ってくれたのかい。なんだか変な色じゃけど、何が入ってるんかの。はい、ジャムおじさん、ジャムおじさんが喜ぶと思っていろんな色のスライムや僕の大好きなバイキンをたくさん入れておきました。バイキンじゃと。ドキーン、パンチパンチパンチ、バイバイキン。なあ、カラフルビーズ気持ちいい。みんな、今日も見てくれてありがとう。楽しかったらまた見てね。チャンネル登録もよろしく。それじゃあ、バイバーイ。